はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内健三です。本日もご視聴くださいましてありがとうございます。今日は4月3日現在、春の特別上映されております天河羅門のロケ地の一つであります舞鶴の東郷亭に来させていただいて、おります。以前にも一度来たことがあるんですけども、今毎月第1日曜日だけが公開されているということで、ちょうどこの春の天河羅門特別上映期間中の、本日4月3日が第1日曜日に当たりましたので、これも何かのご縁かなと思いまして、思い切って舞鶴まで足を伸ばして、本日やってまいりました。中に入らせていただいたのは初めてです。でこちらが海軍の、舞鶴鎮守府というものが1901年から置かれまして、その初代、司令長官として、東郷平八郎様、後の元帥が約2年間この舞鶴の地に赴任され、そしてお住まいになっていたのがこの東郷邸だそうです。で1901年から約2年間この舞鶴におられ、そして、1904年には日露戦争が始まり、そして、1905年には、有名な日本海海戦におきまして、連合艦隊司令長官としてバルチック、艦隊を、撃破されますので、まあ、本当に歴史上、日本の歴史上世界史の中でも、まあ、すごい大切な、この日本海海戦の直前この舞鶴の地、そしてこの東郷邸におられたということで、何か私もなんか今日初めて入らせていただきまして、ここでどんな思いで、後の戦いのこと、これから来ることを思いを深めておられたのかなということを考えたりして、おります。でこのお部屋で、天河羅門の中で2つのシーンロケで使われたと思います。エルダー邸の内部、蔡助が英国の捕虜になった後に、春がエルダー様に、まずその命だけは助けてください、あなたのお力でて懇願するシーンがまず1つ目、そして2つ目で蔡助が助けてもらった後、エルダーさんが願いは聞いた、次はあなたの番だっていう、分かったね、じゃあイギリスへ一緒に行こうねということだと思うんですけど、その2つのシーン、エルダー邸の内部がこの部屋で撮られたと思います。で今朝ももう一度 DVD を見返してきたんですけど、この、窓の上の格子の模様が、上が真ん中が丸、両サイドが四角の格子だったので、このお部屋、ここに間違いないと思います。ここで、春がエルダーさんに、懇願し、そしてまたエルダーさんが願いを聞いて助けたから分かってるねっていうシーン、その後春がこの窓の外を見て、蔡助を思い、もしかしたらもう会えないかもしれない蔡助を思い、蔡助からもらったかんざしがこう悲しく光っている、このシーンがここで撮られたと思います。映画天河羅門の中で私は春の存在というものがあることで、すごいこの天河羅門がなんか情感豊かなものになっていると思います。そういった意味ではここで撮られた、まあ、短いシーンではあるんですけど、あの2つのシーンは映画天河羅門の中でも、まあ、すごく大切で、そして素敵なシーンかなと、思いますので、今日初めてこのお部屋に来させていただいて本当に良かったなと、思います。で映画天河羅門、五代友厚を、まあ、主役に描いている映画なんですけども、東郷平八郎様となんかこう五代友厚、西郷隆盛と時代的にかなりもう少し離れてるような私イメージがあって、東郷元帥で言いますと、まあ、日本海海戦バルチック艦隊を撃破されたというイメージがありますので、ちょっと離れてるように思ったんですけども、東郷平八郎様も1848年生まれ、幕末の、薩摩、鹿児島で生まれまして薩摩藩士です。で、五代友厚が1836年生まれなので12歳しか離れてないんやなと思って、でおそらく東郷平八郎様と五代友厚も交流あったと思いますし、天河羅門の中に、登場されます西郷隆盛や大久保利通とのやり取りなんてものは読んだことがあって、東郷平八郎様が英国に留学したいっていうそのお願いを、大久保利通や西郷隆盛にされて、何か西郷さんの口利きがあって英国留学をすることができたというものを読んだことがあります。また英国から帰国する途上で、その途中に西南戦争のことを知られて、西郷さんが、まあ、西南戦争で亡くなられますけども、もし自分が日本にいてたら西郷さんと一緒に西南戦争で戦ってたっていうものを
おっしゃってるのを読んだこともありますので、もしかして日本におられたら西郷さんと一緒に西南戦争で亡くなってたかもしれないと思うと、まあ、後のその日露戦争のことを思うと、何か神仕組みのようなものを感じると感じます。でちょうど今こっちで喋ってるんですけど、この目の前にありますのが、あの東郷元帥が、日本海海戦前に、もうおっしゃられた、広告の後輩この一線にあり、各員一層奮闘努力せよという、言葉が書いた、ものがその目の前にあったりするので、このお部屋であのシーンを撮られたというのもなんかすごくなんか意味があったなと思います。で五代友厚、西郷隆盛、大久保利通と同じく薩摩藩士であられた東郷平八郎様が2年間お住まいになったこの東郷邸で、この天柄門のロケ地になったということもなんか偶然であって、なんか偶然でないような必然のようなあの気がいたしますので、なんか今日は本当に来させていただいてよかったです。毎月第1日曜日だけ、10時から午後3時まで公開されておりますので、ぜひあの皆さん、あのちょっと遠いですけども足を運んで東郷邸を見ていただけましたら、また天柄門の中のあの春とエルダーさんのシーンがまた蘇ってくると思いますので、今日はお知らせさせていただきました。じゃあこの後も少しだけこの東郷邸の内部も紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。玄関から入らせていただきました。この辺りはすごく洋風の作りになっております。でこちらがあの今紹介させていただきました春とエルダーさんのシーンが撮られたお部屋です。東郷元帥が見守っておられます。で日本の一番長い日もあのこちらで、ロケがあったそうで、でこちらにはなんと天柄門のポスターが、飾られてまして、こちらの時のロケの時の写真が何枚か飾っていただいています。東郷邸で映画ロケを行いましたというふうに紹介していただいております。でこちらの方からは急にこの和風になっておりまして、先ほど見させていただきましたらこのお庭も東郷元帥の希望を庭師にお伝えされて作られたお庭だそうです。でこちらから東郷元帥毎日お庭を見られて、こちらに書いてあるのも、まあ、その時に後の日本海海戦の、作戦なんかもここで、視野を深められたのではないかっていうふうにもあの書いて、ございます。
てきてよかった君と出会えたから」